飛べ。いいね。はーい、遅い。
アリューシェ、飛べ！アリューシェ、邪魔だ！いいぞ！遅い！飛べ！やった！せいや！遅い！よし！遅い！あれだ、目標。あの邪妖は数年後町から出て多くの人を殺すらしい。え、どういうこと？ロエル・ジリス様は未来を見通す。危険な邪妖が危険になる前に排除する。よくわかんないけど、すっごく悪い邪妖ってことだよな。行くぞ、ベルーシカ。アリューシェ、解除完了。はあ、相変わらずベルーシカの戦闘はすごいな。真似できる気がしないよ。自分の体を守ろうとするから俺のように動けない。
そりゃ誰だって自分の体を守るでしょう。効率が悪い。そう言われても本能的に守っちゃうのは仕方がないし。安全性を考えろって。ベルーシュカも死にたくないだろ。死んでも構わない。俺の代わりはいくらでもいる。ルルド教団がそんなこと言ったのか。違う。俺を作った人。誰だよそいつ。見つけたらぶっ飛ばしてやる。どうせもうすぐ尽きる命だ。使うなら効率よく使わないと。そういうこと言うなよ。命を効率よくだなんて。結果報告。力を磨いた。足手まといにはならない。元気だな、エレノアは。チョコは元気の源ですから。それで、どうしたの？実は、
前に言っていたお菓子の国が見つかったんです。え、本当にあるの？どこどこ？ここからずっと東に行った先にあるそうです。それと気になる噂も聞いたんですよ。なんでもお菓子の国には伝説のカカオバターがあるとか。それがあれば究極のチョコが作れること間違いなしです。おお。でもそのお菓子の国は今は邪妖の巣窟になっているそうなんです。ハルーシェさん、手伝っていただけませんか？うん、大好きなチョコのためだ。時間を見つけてみるよ。ありがとうございます。半妖、次に指令が来たら知らせる。あ、頼ってはくれたみたいだ。ただベルーシカとの距離まだまだすごく遠く感じる。埋められるのか、この距離を。指令が来た。また邪妖退治だ。次はどこ？学園だ。了解。じゃあ早速向かうぞ。半月、だいぶ欠けたな。
ルーシュ外さないっ遅い興味狙い撃つそこだやるじゃないか。そこだ。へっ。なあ。やあ。そこだ。えいや。なかなかだ。ゲット。アルシェ。そこだ。へっ。なあ。やあ。えいや。やるじゃないか。みんな。はっへっ。なかなかだ。狙い撃つ。やるじゃないか。そこだ。やあ、発さない。せや。見えた。発せ。さあ。なかなかだ。そこだ。やあ、とっておきだ。アルシェ。せ。狙いは。まとめて撃つ。やーせや。見えた。やるじゃないか。ゲット。やるじゃないか。外さない。強めか。とっておきだ。アルシェ。見えた。やーせや。見えた。遅い。やっ。はっへっ。やーはい。せや。やるじゃないか。
興味深い。見えた。なかなかだ。アルシェ、この弾からは逃げられない。こいつでとどめだ。急かすな。やるじゃないか。やった。興味深い。外さない。やそこだ。せやそこだ。ふっへみだ。やそこだ。せやそこだ。ふっせせこってくれ。みだ。よふっへだ。遅い。アルシェ、外さない。ふっへっ。そこだ。せや、外さない。なかなかだ。見えた。やー見えた。よし。ふっへっ。やるじゃないか。苦手なんですか？教皇がな、目的のためなら手段を選ばない方々だろ。博士もそっち側の人間だと思ってました。
否定はできんな。あと、あの3人で意見がバラバラの時もある。ちゃんと話し合ってから下に指示を下ろせ。振り回されるのはいつも我々だ。なんだか意外ですね。博士、愚痴とか言わない人だと思ってたのに。言っても仕方がないからな。だが、私だって人間だ。愚痴くらい言いたくなるさ。私でよければいつでも聞きますよ。言ったな。覚悟しておけよ。はい。さて、ではここで待っててくれ。あまり目をつけられたくはないだろ。わかりました。機材は全部持ったな。私もそっち側か。私は青市に適合させるため自分の心臓を使った人間だ。そう言われるのも当然だろうな。待たせたな。それじゃあ行きましょうか。やるじゃないか。
結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからな。付き合ってもらって悪かったな。これくらいならいつでも。そうか、また今度愚痴を聞いてもらうかな。どんと来いです。面白いな、お前は。青市に侵されたものは少なからず精神にも影響を与えるものなのに、お前は全然変わってなさそうだ。それ褒めてるんですか？褒めてるよ、最大級にな。強くなったぞ。Thank you.
アルは私が守る。いいね。よし。やるな。よし。
よし、よし、いいぞ、いいぞ。私が守る。
いつもいつも全力だな。そんな肩肘張ってると疲れない？全力を尽くすのは当たり前だろ。全ての悪を退け、全てを救うにはな。ちゃんと余裕は持っておけよ。いざという時、本当に守らなきゃいけない人を守れるようにさ。本当に守らなければいけない人。私にとってはルーエとリリアだよ。私も。どんな危険があっても必ず二人だけは助ける。そういう恥ずかしいことを堂々と。あ、なんか言った？
私が守る。こんなところか。よし、いい調子だ。お前は強くなったか？今回もお手柄だな、ルエ。やっぱり聖騎士に選ばれた実力は伊達じゃない。当然だ。これぐらいの邪妖退けられなくてどうする。そこまで私も弱くはない。だからお前も私を気にする必要はないぞ。さっき言ったことか。あんまり深く考えるなって。単なる私の心構えなんだから。うるさい。気にするなったら気にするな。だからどうしていつも突然怒るのさ。私がアルを守るんだからな。え？なんでもない。強くなったぜ、ご主人。
私強く